海外旅行で買ってきた腕時計、盗まれたらしい。見た目はスイスの某高級腕時計にそっくりなんだが、文字盤にはリラックスと書いてあるし、マークも王冠ではなくデンガロンハットという代物で、犯人は息子同級生のママ友 A、B、C のうちの誰かだと思われ、主人と相談したんだが、あぶり出しメールのことを話すと、届けるのは返信を見てからと言われたので、少し様子を見ることに。一応流れを書くと、一、旅行のお土産を渡すため A と C を家に呼ぶ。2、お土産を出す時に紙袋から時計ケースがこぼれ落ちて、これは何って話になったが、大したもんじゃないと説明。みんなは納得した様子。3、私が 2,3 分席を外す。3、その後みんな一緒に帰る。4、主人が会社へ持って行くお土産を整理しようとしたところ、時計がないことに気づく。5、あぶり出しメール発射。日本円にして2000円程度なので、私的にはあぶり出しメールで自爆、あるいは売ろうとして謝罪と賠償を的流れを期待しているんだが、あぶり出しメールの後 A と B からはすぐ、大丈夫、手伝えることがあれば言ってね、的なメールが来た。 C からは返事がなかったが、翌朝主人と警察へ相談に行った。忙しさにかまけて忘れていたところ、昨夜 C 旦那からとつくらっただよ。一つの内容は、家内を騙してコピー品を売りつけた、お金を返してくれれば大事にはしないと。詳しく聞いてみると、 C が言うには、私参加が海外旅行に行くから10万円渡して免税店で高級腕時計を買ってきてもらった、ちょうどあなたの誕生日プレゼントにいいと思ってと、この時計を渡されたとのこと。 C はコピー品だと気づかなかったらしい。 C 旦那はすぐにコピー品だと分かり、家へ嫁してきたらしい。やや興奮気味の C 旦那に対し、1、お土産を渡した時には他に A と B が一緒にいたこと、また時計の話は一切していないこと、に、私と C が二人きりになった時はなく、時計を渡すタイミングはなかったこと。3、時計を取られたことを警察に届けてあること。以上を伝えると、半信半疑的な顔をして、わかりました、確認してみますと帰っていきました。しかし、C は、あぶり出しメールを見てなかったんだろうか。今朝、A さんからメールが来て、昨夜遅くに C 旦那が、当日の様子を聞きに来たそうだ。A さんも時計があったことは初耳で、私が C に何かを別に渡した様子はなかったと話してくれたみたい。さっき C 旦那から家に電話があり、今夜 C を連れて行くのでお話がしたいとのこと。口ぶりはやや疲れ気味で、私の言い分を信じかけているといった感じだろうか。また A さん B さんから電話があり、C 旦那との電話のことを話すと、今夜助っ人に来てくれるとのこと。私は気づかなかったのだが、 C には虚言癖っぽいところがあり、注意した方がいいと教えられた。そんなのはもっと早く教えてくれないと。場所はファミレスに変更して、録音機を持参していく。あと時系列にまとめたメモも持って、 C が一人で嫁してきてついさっき帰りました。 C の言い分は、1、私 C は時計など盗んでいない、あなたの勘違いだ。2、だから主人にはあなたの勘違いだと説明しろ。3、これ見よがしにわざと紙袋から時計ケースを落としたのだろう。そんなことをされたら欲しくなるのは当たり前。要約するとこんな感じで、とりあえずご主人とお話ししますと追い返したけど、店に陳列してあった時の写真もあるし、警官にも写真を見せて説明してある。決定的な証拠にはなりがたいかもしれないけど、白状させるには事足りると思っている。しかし、盗っ人ってどうして辻褄の合わないことを平気で言うんだろう。早めに認めておけば罪は軽くて済むだろうに。まとめてレッスさせていただきます。
ちゃんと録音済みです。しかも、携帯と IC レコーダーの2台で。時計を買ったのが怪しげな露店で、店主のおばちゃんが、これ、本物と片言で連呼するような、店、ゆえにカードは使えないし、レシートもない。時計はリラックスだが、時計ケースには、なぜかカタカナ手書きで書いてある。だから、C は高級腕時計と間違えたんだろうか。なんとか片付いたので、ご報告をば。出席者は、私夫婦と A さん B さん、相手は C 夫婦たす C の父。着席して、すぐ C 旦那がテーブルに額をすりつけて謝罪。続いて C が不服そうに頭をペコッと下げました。C 旦那が言うには、1、私さんが海外旅行へ行くのが羨ましかった。2、うちは旅行にも行けないし、ブランド品も持っていないのに。3、紙袋から時計ケースが落ちたとき、ブランド品だと思い子で隙を見てカバンに入れた。4、持ち帰り中を見ると男物でがっかり。5、でもこれを旦那にプレゼントすれば旦那もお返しにブランド品を買ってくれるはず。 C 旦那はすぐにコピーと見抜き、妻の俺に対する気持ちを踏みにじられたと思い、夕べのトツになったとのこと。トツの帰り道に A さん宅により、事情を聞いておかしいと思い、問い詰めると白状した。しかし、昨夜白状したのに、今日 C が突してきた理由を聞くと、C は、私さんの誤解だとしてもらえば、盗んだことは帳消しになると思った。と、斜め上どころか斜め下を行く答えが。あぶり出しメールに対しては、旅行中に空き巣が入ったと思ったらしい。素直に反省しているようなので、時計の弁償と言っても2000円だが、今後かには関わらないしかじかの念書にサインさせようとしたところ、 C 父からいきなり、あんたがそんな偽物を買ってくるのが悪いんだろう。続いて C 旦那に対して、君の稼ぎが悪いからこうなったんだと香ばしい発言が。念書サインは中断。今度は C 旦那と C 父の口論が始まった。主人が二人をなんとかなだめ、買ってくるのが悪いん発言に対して謝罪を求めたところ、今度は、偽物を買ったことが警察にバレると困るだろう、黙っててやるから娘に謝れとさらにヒートアップ。いや、ちゃんと警察には写真を見せて相談してあるし、そもそも税関も通ってますから。結局 C 旦那がタクシーと C 母を呼び、C 父を強制送還。再度 C 夫婦は深々と頭を下げ、念書に C 両親のことも追加してサインをさせた。 C 旦那からは警察へ訴えても良いと言われたが、 A さん B さんもいるところで頭を下げたので、それは避けることにした。ただし、もし家に関わってくることがあれば即通報することは念書に記入して、結局終わったのが日付が変わる前、 A さん B さんを送り届けてお開きとなった。甘いなぁと言われる結末だろうけど、そこは勘弁してください。皆さんお気遣いいただいてありがとうございます。先ほど改めて C 母が謝罪に来られた。旦那&母はまともな人のようなんだが、父は昔から娘可愛さのあまり暴走することが多々あったらしい。車で15分ほどのところに住んでいるので、ちょくちょく様子を見に来るとのこと。 C 本人は自分の行為の重大さが分かり、熱出して寝込んでるんだって。母によると、今までは真面目で人様のものに手を出したり傷つけたりってことは皆無だと。今回はよほどストレスが溜まっていたようなので、たまには息抜きをさせてもらうように旦那にもお願いしたと。もうこれ以上書き込むことがないように願って。